チャオ、あーちゃんです。またまた奈良カラオケ会をしたいと思います。なんで奈良か、あーちゃんがね、やっぱ一番その動くところって奈良が一番動きやすいっていうことでね、いろんなところにカラオケ来てよ来てよってみんな言われんねんけども、できたら奈良に来てよということでね、奈良オフ会をします。で、動きやすいかなと思ってね、土曜日にしました。今回も6月27日土曜日、奈良カラオケ会をやりたいと思います。で、なんで奈良カラオケ会にするのかっていうと、まずあっちゃんが動きやすいっていうのがまあ第一やねんけども、奈良カラオケ会をすることでね、奈良の魅力、奈良の魅力っていうほど奈良に来へんね、奈良に来てカラオケして帰るだけやからね、奈良の魅力の見るとこないねんけどもね、奈良にとりあえず来てほしいっていうのもあってそれと奈良の人、地元奈良の視聴者さんも増えてきて、奈良の視聴者さん還元っていうのもあったり、で、6月っていう、6月7月頭って言ったらちょっとね、雨とかでね不安定なんでね、室内でやることほうがいいかなっていうのもあったり、で、カラオケ会っていうのはできあんまりね、その動画にできへんねんね、歌入ったり音源入ったりで、だから来てもらった人だけの楽しみっていうね、せっかくあれなんで来てもらったらと思ってね、で、前回ね、唐揚げとあれを持って行ったんやけど、卵焼きを持って行ったんやけど、それを朝から揚げてやるとね、かなりちょっと時間かかっちゃうんで、できるかできないか分かんないんやけど、なんか持っていこうとは思ってます。あっちゃんのね、卵焼きできたらもうね、唐揚げよりも卵焼きの方が時間かかってね、汗かくね、不思議とねで、それを朝から作って持っていこうとは思ってねんけどもね、で、それとね、奈良カラオケ会でやるのは、あっちゃんに会いたいよって来てくれる人がおったら嬉しいなっていうのもあって、で、もうね、あれもなくなったんでね、コロナ自粛もなくなったし、県またぎも OK になったんでね、やっぱり地元奈良を盛り上げたいっていうのもある。それもやけども奈良のカラオケ安いね、1日やっても1000円ぐらいなんでね、ただただ土曜日はあれがあるけどね、追い出されてもう1回入ったら2回になるから2000円ぐらいになっちゃうんだけどもね、言っても安い、フリータイムでね、飲み放題で、わたわた騒げる、持ち込み会やからね、持ち込んでもいいし、中にあるもの取って食べてもいいしっていう感じでね、楽しくやっていければなと思ってます。で、奈良のね、カラオケ、27日にやって、その次ね、7月ぐらいはどっかまた他のとこ行ったり、何かオフ会とか、ロケとか考えてんだけどもね、とりあえず6月はね、天候不順なんでね、もう予定しにくいっていうのもあって、カラオケにしました。はい、で、やっぱりね、あーちゃんが長らく滞在できるところ、例えば、移動に2時間3時間かかるとこ行くと、あーちゃんがそこに行くまでの時間、帰る時間を考えると滞在時間短いねんね。でも奈良でやるとかなり時間長く使える。フリータイムなんかって夜8時まで、フリータイムって8時まで行ける。明日日曜日でしょ、だからその後ご飯食べに行こうかってなって、今だいたい閉店がちょっと早い、バックオーダーが9時半で閉店が22時、10時ぐらいまでやってる。それでも帰ったらどうもね、歯にチーズついて気持ち悪かった。閉店までやると、10時ぐらいまで一緒にご飯食べたり、そんなことも OK なんでね、土曜日なんでね、だから、そんな感じで一緒にみんな行けたら行きますかっていう、オフ会をやろうと思うんだけどもね、いかがでしょうか。はい、で、そんなこんなで、6月の27日土曜日、奈良カラオケ会を開催したいと思います。で、奈良カラオケ会参加してくれるっていう人おったら、ぜひぜひコメント欄またはメールとかであっちゃんに表明していただければ、やっぱり人数把握して予約をしないと、土曜日って結構人が多かったりしてね、大変なんでね、ぜひぜひよろしくお願いします。これと カラオケもね、やっぱり毎回除菌してくれてて、で、安全
を確保してくれてます。もちろんね、参加者の中にそのウイルスね、ウイルスってコロナを持ってる人がって思うけども、このご時世ね、ウイルス持ってる人もまだかなり減ってる。奈良県は今0人です。で、奈良県ではすごく安全なところなんで、ね、まあね、そうなんで、他府県もね、やけどもそんなにコロナの人も減ってきたしね、もうね、コロナで怖がるよりも経済を活性化したり、やっぱりやりたいことをやっていって、これからもね、やっていかないと、いつまでもコロナって言うとってもう収まらないんでね、ある程度前向いて歩いていかないといけないっていうのもあるんじゃないのかなと思ったりもして、ではよかったら、来ていただければと思います。その時まあね、特典とかっていうのは、まあ何でも、あっちゃんサインしてとか、あっちゃん握手してとか、まあ、今ねエアハイタッチの時代であったり、握手会がなくなってるご時世やけど、あっちゃん全然怖くも何でもないし、ファンの人とこう交流っていいんで、握手でも言ってもらえればさせていただきます。はい、ただあっちゃんから握手を求めに行くことはほぼほぼないと思います。なんでかって言ったら、やっぱり嫌な人もいてるでしょ、コロナで怖いなっていう人もいてるでしょ。だからだけど、握手してとか言われたらするかもわからないので、ぜひぜひ言ってもらえればと思います。はい、でまあそんな人は参加せえへんと思うんだけどね逆にね。でもちろんファンの皆さんもやけど、最近ね、まあねえ、なんていうのかな、アンチさんも減ったっちゃ減ったけども、やっぱりまだあっちゃんに対して完全なファンではないけども、大手みたいなって思ったら来てくれてもいいですよ。全然そんないじめたりつまみ出したり、その人に全額払えとか言わないんで、ね要はね、見てくれ、あっちゃんを見てくれて応援してくれてる人、もちろんファンアンチ関係なしに応援してくれてんねんから、応援してくれてるからこそ見てくれてんねんからね、見てくれてる人、応援してくれたらぜひぜひ来てくれたらと思います。でもちろん、動画では話せない内容、いろんなこと聞いてくれたらあっちゃんガンガン話します。あっちゃん結構オフで会う時にね、聞かれたらほぼほぼね、動画では答えられへんことでも何でも答えてます。もちろんね、動画ではプライベートのこととか、これちょっと言っちゃダメなんだよとか、いろんなことあるけどね、会うとね、かなり何でも話してしまうのがあっちゃんなんでね、聞いてもらえれば、はい、と思います。で、大体ね、オフ会来てもらってね、帰った後にね、行ってよかったよっていう人ばっかりでね、ほぼほぼオフ会でなんだかんだで行って損したなっていう人はいてないです。みんな楽しんでもらってます。うん、で、まあね、後々オフ会来た後にいろいろ会って離れていった人がおってね、いろんなことを言う人もいてるかもわからへんけどもね、実質実際ね、オフ会に来ていただいて、で、そこでやっぱり楽しんでもらえて、その時楽しかったなって、いやもうこのオフ会クソやわって途中で帰った人なんて、まあ、ほぼおらへんしね、大体終わった後も楽しかったって余韻を楽しんでもらってる人がほぼなんでね、よかったら、あっちゃんカラオケ会来て、あっちゃん生のあっちゃんの魅力を感じていただければと思います。もう一回言っときます。6月27日土曜日、ちょうど来週の土曜日、6月27日、橿原、奈良県橿原市戸市町、橿原の、カラオケバンバン、奈良橿原に2軒あります。岡寺店と橿原店があります。橿原店の方です。岡寺じゃないです。最寄り駅は、近鉄橿原線二ノ口駅、から徒歩で5分ぐらいやねんけども、そこから5分かなり遠いです。かなり遠いし、ちょっとくねくねと細い道、こんなんといけないんで分かりにくいんで、近鉄八木駅に朝10時半ぐらいに集まっていただければ、お迎えに行きます。で、6月の27日、10時半ぐらいに近鉄奈良駅に来ていただければ、で16月27日の朝11時から、オープン開店なんでね、11時に、カラオケバンバンに行こうと思います。もちろん、遅れてくる人おったら OK です。ただ遅れてくるんやったら遅れてくるって言っていただければ、そのフロントにね言っときます。遅れて何人か来るんでって言っとくんで、でまあそのあたり、なんだろう、フロントに言ってもらえば、その子を伝えていただければ、こうなんていうの、そのカラオケの方にね、部屋誘導してもらえるようにします。もちろん当日、あっちゃんに連絡いただければね、下降りていくこと、下っていうかそのフロントまで行くことはできるんやけども、それもまたね、なんていうのかな、
歌ってたりとかしてたら気づかへんこともあるんでね、だいたいの時間とか予約だけしてもらったら当日飛び込みって OK っちゃ OK やねんけどね。ただ部屋がね限りがあって、例えば、まあ、あの今密はダメっていうことでね、例えば10人部屋を5人までとかで制限されてんねんね。で、椅子も間飛ばし飛ばしで座るようになってんねんね。でもそれを、やってるとかなり大きな部屋になっちゃったり、人数次第でね。だから人数を把握しないとやっぱりこの開催しにくいんで、できたらね行く行かへん別としては、当日もしかしたら行けるかもっていう人は予約してください。でもういたずら予約やめてね、もう、まあ、そんな人は誰もおらへんねんけども、行く絶対行く気もないのに行くとって人数把握して行ったら、行って予約してガラガラやったら、いや、まあ、それはええわ。逆は困るね。いやもう無理って言うとったのに突然行くってなったら、入れへんよってなるかもわからへんのでね。まあでもギリギリの部屋じゃなく、ちょっとねキャパシティは余裕を持って借りようと思うんで、まあできたらね、できたら、いやもう行きたいなと思う人は参加表明していただいた方が助かるんでね、はい、で予約金も何もいらないです。当日、カラオケとかね、そのかかった費用の割り勘っていう形なんでね、そんなに費用かからへんので安心して来てください。はい、それとね、子どもちゃん連れ OK です。で学生さんとか学割とかもあるんで、学生証とか持ってきていただければね、もちろん親の許可取ってきてね。で、60歳以上は60歳以上割引っていうのもあるんでね、ぜひぜひそういうのも申し出ていただければと思います。はい、ということで今日の、今日じゃない、来週土曜日6月27日奈良カラオケ会の告知でした。またよかったらぜひぜひ参加表明していただければ、あっちゃんと一緒にあっちゃん の, カラオケオフ会楽しみましょう。リクエスト曲歌います。デュエット OK です。こんな話して OK です。何でも OK なんで、で初めての人、前回もね初めて来てくれた人が2人おったんやけどもね、その前もね4人ぐらい初めて来てくれた人おったんやけどね、みんな大体すぐに馴染んでくれます。楽しくやってくれます。だからぜひぜひ来ていただければと思います。ではまたね。